皮をゲットせねば。クマを倒したいな、クマ。あ、なんとむごい。お、お花はお金です。金、バンブ、お金、一、これか。あ、あ、あ、どこどこどこ。え、どこ。俺の、これ登った方じゃないか俺。もうここまで来てんの。登ってくる。登ってきた。あ、水の方は盾兵に特攻。はいはい。え、え、なになになに。分かったってよ。おう、どこにいる。え、もう石川くんが全部倒してくれちゃってるじゃん。全然見えねえんだけど。よし、くない、とどめ。先生まだいる。敵や、蛇の住処もあと一つ。来い。あは、どこに行けったよ。おー、反対か。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって。わあ、まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好、あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才。気づくのが遅すぎたかな。あれ、先生来てる。急におとなしくなったなとは思ったんだが。タケノコ、まあ行く場所決まってんだから合流するべ、そのうち。え、これ降りればいい感じ。あれ、もっと南。あ、もっと南か。あれ、よし。へっ、
先生おる？先生なしとか厳しい。いっぱいいるんだけど。先生どこ行ったの？先生マップに映ったりする？先生なんで俺のこと一人にしちゃったの？戻るべきだったな。先生どこ？与一の丘。与一といえば那須の与一、弓の名手である。うわあ、なにこれ。鉄ハウ物資16やったぬー。先生、石川先生どこにおわす？あの猛禄じじどこ行ったんだよ。うわぁ、これはあの蜂を使いたいね。おお、いいね。いいね。3人やったか。いいね、水の方。まだいんの？あ、いる。やあやあ、我こそは。はい。いた。石川はいるか？おのれ、何者だ？ああ、ことづてがある。申せ。石川、先生どこ行ったの？広島の民は全ての命を請うことになる。ずるいよ、先生。長尾広則に撃たれた者だ。黙れ。黙らしちゃった。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか？いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。あら、なんか先生怪しい感じに。裏の守りを練らねばならん。あ、はい。手はずが整ったら道場に来い。お、影。最近出番がないな。届かない。精密の、あ、やった。これは欲しいぞ。
弓ダメージ上昇。あーどうなんだろう、そんな連射するわけじゃねえしな、こっちの方がいいかもしれない。一発一発のダメージアップ、え？移動できないの？うんうん。ん？ダメなんだ。あ、間違った。こいつら持ってるだろ、多分。持ってない。なんでクナイねんだよ、こういう時に限っては。あれ、この辺でいっぱい倒したんじゃないっけ、あの蜂の巣。あ、角笛もっと上。いや、この辺だったよな。まあいっか。わあ、あそこ何、何あれ、思いっきりゲルが立ってる。あ、これ川ゲットチャンスなんじゃない、これ。当たらねえなが。大将の死体がないの。いやー、対馬に行ってみたいですよね、こういうのやるとね。いや、聖地巡礼ってわけじゃないけど、普通に、ね。おはぁ。行ってみたくなっちゃう。対馬へはやっぱ船で行くんですかね。なかなか観光以外では行く機会がないでしょうからね、対馬。どうも。酒井。はい。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。はい。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。せやな。それではベスターランド核攻撃でそちらにっていう話になるぜ。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。え、わわ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 、一冊ガッツとセーフ。これいた。クルリン、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 クルリンして。クルリンして。死んだ。ピッピュ。あやつめ、やはり打ち手を放ってきよったか。打ち手。我らを狙うにしては数が少ない。
あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。船井、先生ちょっと待ってね、物資回収してるから。あれどこ行ったの。あいた。行くぞ。なんかもう、待ってない感じになってたね今。わしが死んだら、え、お主が巴を殺してくれ。お、フラグ。猛虎を倒すことが先決です。あやつの望みは権力と領地だけではない、武士の誇りまで傷つけておる。巴の処罰は先生の務め、私の使命ではありません。お主まで死ねば、わしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く、あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。おう、うまっこ。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておれ。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。え、何もないか。ありものを使うまで戦場を調べろ。おお、八の巣か。足止めになるな。樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。お、火の矢。火の矢4本持ってるんだ。はあ、はい。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。どこ？降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。え、どこ？あ、いた。全然わかんなかった。動作もない。カイドウから来るぞ。お任せを。いた。え、どうやって矢を切ったんだ。違う違う。あ、あ、こうか。まあ、いっぱい来る。もうない。はい。火の矢ってもないの。はい。お前はどこだ。援軍だ。やつらをメイフに脅してやれ。
矢がない。あ、痛い痛い、待て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 、あ、どこ？今ので最後、終わったな。終わった？あれ落としたかったのにな。こら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 、こら、全然ヒアとかの本数が全然分かってなかった。先生ちょっと待ってよ。